お前ら亀口聞いてんじゃねえよ、うん、僕はちょっとわからないんであれなんですけどまあでもあの,あのコメントでもあったんですけどその僕今福さんって呼んだんですけど前回共演した時確か福君って呼んだと思うんですけど、はい、なんかいまいちどっちが正しいのか僕の中でもはっきりしなくていやこれはもう福君って呼んでほしいですね僕はあじゃあ福君ではい、はい、今回も取、はい、お届します <laughs> まあほら言うてもみんな子役時代から知ってるから福君福君って言って、はい、でその福君も周りからそう呼ばれる鈴木福キャラっていうのを演じてる部分もあるけどお前らタメ口聞いてんじゃねえよって心のどっかと思ったりするのかなと僕はあのなんでしょう芸歴とか結構気にされる方多いんですけどあの年齢が一番大事だと思ってるからほ<う>そこを僕は結構。 じゃあ坂上忍さんみたいに子役の頃からやってるからとかで芸歴付ふじかざしてるのはちょっとどうかなと思ってらっしゃる <laughs>、まあ、かそこら辺のことは、ね、僕はちょっと分からないんであれなんですけど <laughs> あの僕自身は、はい、あの年齢それこそ本当昨日入ってきた芸能界の人って多分いると思うしうん、うん、でもいおと僕より年上ってなったらそれはもう年上には変わりないですし。 はあ。じゃあそこはもう一般社会と同じで年齢上の人にはちゃんと金を払うっていう、うん。はい、僕はそうしてますね。なんか最近やっぱり年齢で言うと僕よりも何個も上だったりとか、まあ1、2個上だとしても、やっぱ入ったのが僕よりも後だからっていうので、最初会った時に、あの、鈴木福さんとか福さんとか、なんか敬語で喋られるっていうことが増えてきてるんですけど。 でも、やめてっていつも言ってますね。はあ、でもなんか、それが当たり前になってきちゃいませんその業界にいるとあ。芸歴がってことですかえもうその、ああ、福さん、はじめまして、よろしくお願いしますって、年上の人が言うっていうので、でも、いちいち、はい、いやいや、やめてくださいよ、福んでいいですよ、みたいなのをやるのがもうめんどくせえみたいになって、アドもぐらいで流しちゃうっていうのって、だんだん増えません、うん、ああ、でも絶対僕は嫌ですね、それは。あ、そこはちゃんと毎回言うんですか 毎回言いますね。これからも多分言い続けると思います。うん、絶対になんか。でも、今後もだって年元と,とってもずっとなんかこうい、それ言い続けるの結構面倒くさくないですかうーん、まあ、なんでしょう。やっぱ、多分、二十歳過ぎてから、その社会人としての現場っていうのが、うん、の空気感っていうので、やっぱ、誰にでも敬語で話すみたいなところって出てくるじゃないですか。はははいはい、はい だからそういうふうになってきたら自分自身ももうちょっとそこがなんでしょう、に慣れてくる部分っていうのもあるのかなとは思うんですけど、ただやっぱなんでしょう、まだ若い人間としてし、下からっていうのは気持ちとしてはありますね。へー。そこなんか礼儀正しさはやっぱりその家で教わった空気感なんですかうん、そうなんじゃないですかね。僕の父も結構そういうところ、なんか先輩に対してとか、すごいちゃんとしてる。おいおい と思いますし、息子から見ても、<ー>うん、あとは、ままああそうですねが、まあ、中学の間、野球部でやってた時も、先生が<れ>あの先輩に対しては敬語、後輩も先輩に対してちゃんと敬語使えよっていう先生だったので、その影響もあるかもしれない。でも、割とその野球部とか体育会系になると、そのなんか悪い言葉とかを使ったりもするじゃないですか。まあああのののそ 人怒った時に人を表現するような悪口とか罵詈雑言みたいなやつとかそういうののなんか影響はなんかあまり受けてないように見受けられるんですけどああそうですかねまあそうなのかもしれないですねまあやっぱ、うん、人間常にそれが慣れてきてしまうとどこでもかしこでも言葉として出てきちゃうだろうからやっぱ特にこういう生放送だったりとかテレビでなんか 何どんな言葉使おうとどこかで言われるじゃないですか、はい、なのでそこは結構気をつけてますね。